はーい、こんにちは、私。それじゃあ本日は、こちらの芋虫というゲームやっていきたいと思います。この BGM いいね。なんか、ナメコとかさ、昔あったじゃん。なんかその類の雰囲気の BGM で、なんか可愛くて、ウキウキしますね。それでは早速始めていきましょう。このゲームは、あれ？ちょっと待って。あれ？もう始まってんだ。これタイトル画面かと思ったらもう始まったんだね。なかなかダイナミックな動きをするイモムシなことで。立った！イモムシ立った！なんか、この 2D 版オンリーアップみたいな感じで、イモムシが、だんだん、まあ、上に上がっていくっていうゲームですね。昔流行ったなんか、つぼおじのゲーム？ゲッティングオーバーイットでしたっけ？そういうゲームと同じような感じで、立ってよ、また。上に登っていくってゲームなんだけど、難しいね、これ。全然いかん。あれ？こんな難しいんだ、このゲーム。俺の想像だったらもうちょっと簡単ゲームだと思ったんだけどさ。そう、ジャンプの癖がすごいな。そんな直角でジャンプする？上に飛ばないんだね。なんか走る幅跳びみたいなジャンプするんだな。お、上登れた。で、こうと。いや、難しいな、ほんと、ジャンプ。どう行くんだ、これ。え？ただやると、こう。で、横にやる。あー、まあ。はー。ジャンプの長さで、あー、なるほど、そういうことか。目線の先に飛んでいくとか、そんな感じなんかな。だから、こうか。なんとなく理解してきたわ。あ、で、あ、芋虫だからか。結構壁も登れるんだな、ジャンプじゃなくても。普通に。なるほどね。はいはいはい。てか、こう、反対側飛びたいときは、頭を上にしなきゃいけないんだ。うん。多分この状態だと、ほぼ直近飛んでっちゃうから、ちょっと斜め上に頭をやってもらった後に、じゃ飛んだら飛びやすいと。なるほどね。落ちちゃった。これ大丈夫かな？こっち側あるね。いやもうこのさ、リンゴとかもさ、ちゃんと飛べるようになんないとこの先難しくなっちゃいそうだな。練習しよう。いや、結構登れるな、本当に。床。ね。割と高いところまで行ける。ああ、はいはい。で、こういうことか。で、これ反対側行きたいけど、多分これじゃ、ダメなんだよ。上に飛ばないから、ちょっと頭を上側にしたいんですけども、こうか。行けたね。で、こう。はいはいはい。なんとなく学んできましたね。いやー、ちょっと飛びにくそうな場所だな。で、こっち側、あー、それもできるんだ。物理演算っていうか、それの把握は難しいな。こうの方がいいよな。あー、落ちちゃった。難しい、これ。そう、こういう可愛い雰囲気とは相まってさ、超難しいんですけども。超難しいんですけど。これで反対側行くときは、こうか。あー、え、スローモーション？なんか、いらんスローモーション入ったけど、今。なんかそういうのあるんかな？コマンドでスローモーションだったりとか。あー危ない！あー、ちょっと雑になっちゃったね。こういう難しいゲームさ、一応行ったとこ難しく、なんか、こなれた感じ行っちゃうからさ、余計落ちちゃうんだよね。オンリーアップでそれは学んだはずなのに、同じことをやってしまった。こういうことね。いやー、これジャンプの癖が本当にすごいな。うん。芋虫。シャクトリムシっぽいね、芋虫ってよりも。こうか。あー、はーい！いや、むずいよ。本当に。そう、見てるよりも、数倍むずいよ、このゲーム。あー、全然いかん。本当に。で、まあ、こうでしょ？で、反対側に、あー、はーい！なんだ、その飛び方。俺の意図しない飛び方するんだよ。なんか、人だと、なんか、オンリーアップだとさ、まあ、ジャンプの軌道ってなんとかわかるじゃん。人間的に。芋虫だからか知んないけどさ、ジャンプの軌道が読めない。これ。お前が今から何をするかわかんない。で、これ逆。あ、こうだよな。やっとここら辺行けた。で、ジャンプと。はいはいはい、行けましたね。あ、スイカだ。
最近もスイカゲーム流行ってるね。話題のスイカですよ。あー、真上にジャンプ、おー、いよ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 。そうだ、真上にジャンプしないんだ、こいつ。つい忘れちゃうな。うん。つい人間的に考えちゃう。イモウシにならないと、俺は今から。イモウシの思考でいかないといけないんだよね。ほらほらほら。で、これ反対側に木入れたからって反対側飛ぶわけじゃないんだよ。いやー、え、過去の俺がいる。過去の幻影が見える、俺の。何その機能。なんか、マリオカートとかのゴース機能があるよ、このゲーム。あれで、なんか、学べたいとかないよ。同じことできないんだから、再現性ないんだから、このゲーム、多分。もしかして、これは、なんか、コンピューターとかなんかな？いや、違う、コンピューターじゃない。過去の俺だ、明らかに。下行ったよね、今。下落ちたから、絶対に過去の俺だ。過去の俺も追いつこうとしてくんのか。うわあ、来た来た来た。追いつく、追いつく。あんな、やべ、行く、先行くな、先行くな。はいはいはい。ああ、置いてかれた。あ、でも、結局、落ちるもんな。あの後。なんだ、その機能。すごいな。うん。で、ちょっとこう。やばいやばい。わかんない。どうやって飛ぶかがわかんない。で、この後が、こうか。で、そうだそうだ。頭がちょっと、反対、ああ、ダメだ、そっちじゃないのよ。どうやって反対側飛んでんだろう。俺だって反対側飛ぼうと思って飛んだいんだよね。正直言って。あ、また来た。この飛び方は俺だな。なんと、ああ、なんか増えた。なるほど。なんか落ちたりするごとに人が増えんのか。それともなんか一定時間ごとにそういうのがあるってこと？どういうことだろう。ああ、もうここが登れなくなっちゃった。あれ、俺どうやった？兄弟が増えてるけどばっかりだよ。1個目はいけたな。2個目もいけたと。3個目はでも楽なんだよな。2個目が一番難しい。で、ここも、あとはこうジャンプするだけ。やっといけました、ここまで。いやー、難しいね。え？どうジャンプせえって？どういうこと、これは。真上にジャンプしなきゃいけないんだけども。え？あ、こうか。こうか。なるほど、なるほど。頭をなるべく上の方を向けて、あー、よしよし、いけた。あ、あ、あ、危ない。真上のジャンプは、こんくらいか。どこがジャンプの起点でどうやって飛ぶんだろう。口の形か？口の形を見て、あー、ちょ、一番落ちちゃいけない場所、落ちちゃいけない。あー、やっちゃったー。あそこスイカまで行くの難しいんだよ。どういうテーマなんだろう。腹ペコアオムシがさ、極上のご馳走を求めて、上へ向かってとかあるんか。天井のご馳走を求めて。そういう感じのテーマ？危ねえ。おーし。やっと来れました、ここまで。で、次、え、これなんだ？なんかよくわかんない果物ある。あー、反対側飛んじゃ、やっちゃったー！めっちゃ弾かれた。反対側飛んじゃうんだよな、あそこで。どうやったらさ、そう、上向きに止めんだろ、あそこ。バナナが反り返りすぎてるんだよね。ちょっとそれも考えなきゃな。もうちょっと手前でいいのか。よしよし、今回結構早く来れたな。あぶね、あぶね、ジャンプしちゃった。ここはいけるでしょ。で、ここのジャンプも割と楽。ここなんだよね。ここら辺か？あ、でも、ここら辺行っちゃうともう、あれだ、ダメだ。もう反り返っていっちゃうから、もうちょっと、なんならちょっとはみ出てもいいんだ。あ、そうか。もうちょっとはみ出ていいんだ。ちょっと軽く。頭はみ出してから行くと。で、この足場が回っちゃうから、それも考えなきゃな。あ、ちゃ、危ねえ！危な！これ下からは、でも いけないよ、さすがに。よし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 。いや、でもいけたいけた。なるほど、そういうことか。ちょっと軽くはみ出ながら行くと。なるほどね。学びましたね。新しい学びを得ました。ちょっとはみ出てから行くと。よし、行った。あー、回っちゃった。ここから行くともう落ちたら結構下まで行っちゃうな。相当慎重に行かないとダメだよ。ちょっとはみ出た状態、ジャンプ。よし、来た。で、こう。よしよしよし、いいよいいよ。これ今もうここでジャンプしちゃった方がいいかな。それとももうちょっとあれか？
ここら辺ぐらいか。ここ、あたー、チキった。チキった。チキったけども、セーフ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 。まだセーフ。よしよし。戻れた戻れた。あそこどう行くんだろう、本当に。頭はみ出、これか、頭。あーちゃー出すぎた。え、すんごい落ちた。まあでも、ここは戻ってくるのは簡単だからいいや。ちょっと慣れればね、余裕できるんで。よしよしよし、こうこうこう、もう、勢いで行けたと思って、もうちょっと前だったか。くっそー、もうちょっと前か。いや、今のは惜しかったね。でも、あそこ、考えていくよりも、勢いの方がいいかもしれない。紫色の謎の果物の場所は。考えて飛ぶよりも、なんか、ラウンドワークの操作感で行った方が、いい感じに行ける気がすんな。角度考えない方がいいか。俺の天性のゲーム感で行こう。あ、行ける行ける。あ、そっちの方がいいわ。角度とかなるべく考えない方がいいわ。なんとなくで進んでった方が、結構いけるな。ほら。ね？おいおいおい。で、次は？次はそっちか。はい、まあ、とりあえず飛んでいこう。あ、いけたね。よしよしよし。で、いちご。思わず立ち止まっちゃった。そこをつくの？いや、どんどん画面が近づいてるってせいでさ、次の場所がわかんなくなっちゃう。で、そこ飛んでいくの？え、なんか近くない？まあ、とりあえず、ちょっと立て直そうか。こうで、ここら辺か？あー、ダメだった！くっそー！行き過ぎたかー！結構落ちるなー。そうだな、これ。本当にパパパパって積んでった方がいいわ。放置してると、だんだん画面が近寄ってくるんだよ。それのせいで、ちょっとやりづらくなる。だから、なるべく立ち止まらず、積んでった方がいいゲームですね。うん。もう失敗ありきで考えればいいんだよ。うん、こういうのは。おーし、戻ってこれました。一度行った場所は結構早く戻ってこれるね、やっぱり。なんか体が慣れてますわ。で、あそこのちっちゃいとこ、どのタイミングで飛べばいいんだろう。結構手前だったよな、さっきの感じ。うん。まあ、とりあえず行ってみるか。そこまで行きたい。あれ？これ下ある？もしかして。あ、下あるな。あれ？ああ、でも痕跡はないか、さすがに。はいはい。どのタイミングなんだろうな、あれ本当に。いちごのどこら辺だ？普通に飛んだんじゃ届かないもんな。普通に飛んでんじゃ、あそこ、角度的にもあれだし。ここら辺か、でも。あ、いけた！ああ！場所はオッケーだったけど、準備が整ってなかったからね、さっきのは。ダメだったね。もうちょっとだったね。体の形も、着地の姿勢も大切なんだよな、このゲーム。着地の時の姿勢で、次の行動の速さが決まるから、そこも考えないといけないんか。そこはもう、うんじゃね？勝手に回ってるだけだしな。そのままの形でビョンって飛んでくれたら楽なんだけど、回ってジャンプしちゃうからね。そこの角度の感覚をつかめないといけないな。回ってる時の。ちょうどイチゴのここら辺か。あー跳ねちゃった。あー登れると思ったんだけどダメだったか。イチゴの膨らみあたりだね、本当に。よしよしよし。過去の自分に煽られてる。うわー、今の体の形だったね、明らかに。待って。お前ら邪魔。過去の俺が邪魔する。過去の俺がちょっと邪魔。過去の俺の幻影邪魔。どれが俺か分かんなくなる。すんごい多い。過去の俺と今の俺が分かんなくなるな。それに惑わされる。どういう動きしてるとかで。そのせいでちょっとミスるときあるな。そんな動き言ったっけと思ってさ、同じことやったらさ、その落ちるときの仕草のときあるんだよね。落ちるときの行動を真似して、落ちちゃってるわ、今。結構、ここら辺だった気がするな。よし、来た！何も動かさないのが大切でしたね。やーばい！これは乗ってくだけでいいんかな？食われない？さすがにこのファンシーゲームでさ、
食われるとかないか。あのタイミングが難しいね。うん、はいはいはい。この落ちた、ここだ！よし来たー！で、ジャンプと。で、次もそうか。うわ、これ、落ちたら相当下だな。うん。いや、これ怖いぞ！乗れるか？乗れ！よし来たー！よろしくお願いしまーす。んで、ジャンプ！よし来たー！で、次はうわー！足場ちっちゃい、あぶねえ、終わりか、これは。まだ大丈夫。まだ助かる。まだガスかる。よしよし、いけるいけるよ。ここはセーフでしたね、本当に。いやーよかったー。足場あって。ギリギリだったな、でも。で、また蜂の子が来るまで待つと。よしよしよし。よろしくね。俺はこれ何の虫なんだろう。ここはでも余裕できるな。うん。ジャンプ！おーし、いった。ここだよな。ここのジャンプの仕方。これジャンプした後動かさない方がいいな。ジャンプキーは入れない方がいい。危ねえ！あーあーあーあああ登れ！いやー、きっつー。今どこにいんだ？あー、そこか。バナナのとこか。いやー、やっちゃったなー、今の。体をか、ほんとに着地だな。着地の時の体の姿勢、それがダメだった、今の。いや、そこを操作できないしな、でも。着地の時の体の姿勢なんて。あれ多分俺が何もしなくても落ちたよね。あの後。いやー、これきついぞ、本当に。あぶね、これこれこれなんだよ。尻尾の先で着地しちゃって、その後、手前に倒れてくれればいいんだけど、仰向けに落ちちゃうと、もうそっから、何も操作が効かんかっちゃうから、落ちちゃうんだよな。これは難しい。技術もそうだけどさ、運もちょっと絡んでくるよな。ここら辺ジャンプで。おし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 。いったいったいった。あーくらーけけけい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 った割とこらえ性あるな、こいつ。いいね。根性気に入る。そこの根性は。割といけるんだよな。うん。ちょっと斜めってれば、うん。なんつうの？ 90 度以降の角度だったら、全然いけるわ。うん。90度以降の角度で、落ちてくれれば、まあ、壁だったらいけるんだよな。100、おっとっとっと。まあ、その時の角度、体の形によるか、その90度とかは。あぶねえ。まあ、でも、着地と、その、地面の形だな。うわー、これこれ、こういうのがダメなんだよ。尻尾の先はあかんね。うん。尻尾の先は、なるべく避けた方がいい。よしよしよし。あー、落ちちゃった。これでこれ。この尻尾先になっちゃうともうダメなんだよな。落ちる可能性大。なるべくそれは避けたい。こうだね。あー危ねえ！あー危ねえ！ありがとう、ハチさん！助けてくれたよ、ハチさんが。いやー、こうはこれ、本当に。危な。尻尾の先になっちゃうんだよな。尻尾って言うんか、これはでも。尻尾か、これ。ケツだな、普通に。尻尾はねえわ、このイモムシに。ああ、もう、この、ちょうど尻尾のとこになっちゃうな。ああ！くっそー！いやあ、もう。これ、あれだわ。一番自分を苦しめるのは自分自身だわ。過去の幻影に任せて同じところでジャンプした時あるんだよ。この自分が重なった時に。で、その位置でジャンプする時の、まあ、その位置でジャンプする時のムービーっていうか、この幻影落ちる時の幻影の時あるんだよ。だから、同じところでジャンプしちゃって同じミスを繰り返すってのがさ、何回もやっちゃう。これミスればミスるほど難しくなってくるゲームだわ。うん、やればやるほど。
幻影がもう、過去の自分が今の自分を邪魔してくるよ。まさに人生。いや、これもうラストチャンスだな。ちょっと、しばらくやったんだけど、ダメ、明らかにスランプ入っちゃって、もう、多分これから先、多分1時間2時間やってもな、この先行けなさそうなんで、これ落ちたらもう終わりにしようか。うん。これで、めっちゃ落ちちゃった時に最後にしようもう。いやーでもな、これ一度もう、入っちゃうとダメだな。で、ここ、感覚思い出す最初の。ここら辺だった。あーいや、でもここならまだやり直し効くな。やり直し効けちゃうな。それだったらやり直したくなっちゃう。まだいけるって思っちゃうね。でも多分ちょっときついね、今日は。うん。いやー、感覚を忘れちゃってんな、しばらく行ってないせいで。なるべく体をぶつけないでいきたいんだよな。ここら辺だった。あーし、行った。あー、危ねー。いや、久しぶり、30分ぐらいぐらいにここ行けたな。よしよしよし。で、ハチさんに乗ると。よし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 。危ねー、怖っ。待って、待って、体勢立て直して。あの角度、怖っ。立つな、お前は、妹子が。お前は尺取り虫のように、それで楽しんで、それが移動方法でしょ？ああ、怖っ。今の俺、上からミサイル落ちてきたわ。俺だったわ。俺ミサイルが落ちてくるの怖いな。この体の角度がな、怖いんだよな。その角度なんないよ、欲しい。背面ジャンプ！背面ジャンプ。うわあ、いけねえ。あはー、危ない！ここが難問なのよ。よし、行った！で、こう。危ねえ、危ねえ。よしよし。あと、あと一個。あはー！なんだ、その形は！危ねえ。で、ここら辺だった。あー、知った！危ねえ！体の形最悪だったけど、そのまま生えていけたな。そうなんで、そこのイレギュラーがダメなんだよ。全身バレーボールだから、こいつ、本当に。体の形のイレギュラーやめてくれ。ここはもう歩くだけいいんだ、なんだ。俺がただ浮いてるだけに見えるな、これ。よし、持ってくれた。全身バレーボール。バレーボールは、わかる。全身、ラグビーとかアメフトのボールだから、どうやって飛ぶかわかんない。危ねえ！イモムシ、イモムシじゃない、ハチさんありがとう。飛びすぎ！これもういけるか？いっちゃう！あー！セーフ！これ飛べたらどんだけ、これ飛べたらどんだけ楽なことか、この角度で。危ねえ！行ったけどもダメだった。行ったけども俺がチキっちゃった。これだ、ここ。で、こうか。よし、行ったー！行けた、行けたー。で、ここらへん。ここだな！よしよし。模様を目印に飛ぶ。はいはいはい。危ねえ危ねえ。危ない危ない。こうこうこう。で、こうだね。よし。上向いた時にジャンプ。よし、行ったー！やっとすんだー！で、この先はまたこういうやつか。でも、ここら辺は慣れてる。怖い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 。怖えー！おお、なんだ？みかんが跳ねた。でもこれどういう軌道で飛ぶ？これもしかして。わかんないわかんない。吸い付いた。でもいけてる。なんかジャンプの軌道がわかんないな、これ。なんか、吸収されてる。ジャンプの、威力が。でもいけたな。あーあいやー、わかんない。なんかギミック、いきなりさ、いろんな展開ってか、果物とか出てきてさ、それの軌道がわからない。なんだったんだろうな、結局、みかんのあれ。でも、ジャンプ力は明らか吸収されてたよね。そういう機能だったんか。でも、俺、今回これにしよっかな。うん。もう、スランプに陥りすぎて、今、やばいわ。いけたけども、多分、今はショックで抜けたろうな、全部。あー。いやー、怖い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 、もう、やべやべやべ。